いや、今回はですね、禁止武器縛りということで、はい、まあ、どういったことかというと、はい、プラベのルームだったりとか賞金大会とかバトロワの、はい、基本的になんかクラスだったらエアボーン、トラマス、ハッカーとかスモークボマーとか禁止ですみたいなルールが結構多いんですよ。あの戦車だったりとか乗り物だったら戦車とか、あとは武器だったら新旧金武器ダメですよっていう、ピリファイア、アナイアレーター、ウォーマシンとか、その辺は使ったらダメですよっていう、反則級に強いんでっていう、はいはいはい、普段からね皆さん禁止されてるんで、今回はねそれを解禁した状態でなるほどね、ディオスクの方ねやっていこうかなっていう感じなんですけど、はい、まあね普段ね使えてないんで、ちょっとね今回ばかりはねもう温かい目でぜひお笑いだと思ってちょっと見てもらったらなっていう感じなんですけど、そうですね、普段はね基本的には金武器っていうのは使わないんで、はい、まあ今回だけねめちゃくちゃ楽しかったんでね、ぜひ最後までご覧くださいということで、はい、僕らのチャンネルではね、まあ検証系の動画を中心にいろいろな動画上げてるんで、チャンネル登録まだの方ぜひ登録していただいて他の動画も見てくださいということで、はい、それでは行きましょう、レッツゴー。はい、ということでやっていきましょう、やっていきましょう。まあ初動はね天空折りでガチャめっちゃ引き倒すんですけど、まあね、はいはい、あの敵さんをねとりあえず排除しなきゃいけないんで、その排除するまではね適当な武器使いましょうということで、大江さんそこお願いします。 OK、 おはようございます。これはめっちゃ来そうやね、めっちゃ来そうやな。ワンパー、いやー2パーぐらい来とったらきついな、ちょっとしんどいかな。奥の一番高いとこ降りるね。うえ、後ろ振り向くんじゃなかった、やばいねこの量がもうもはやアート。上上がりたい、上上がりたい。いいよ、集中してすぎて喋れんねやけど、それなちょっと待って、弾ゼロ、あと行こう。あ、ごめん、死んだ、生きて、ダメよ、悪い、俺死んだ、やばいやばいやばい、危ない、ちょっと待って、俺離れてるよ、俺、あ、ボート、ボート走ってる、ボート、俺んとこにブッシュくれたやつがいた、オッケーオッケー、もう制覇したんちゃう、割と。ナイス制覇完了、あ、上がったじゃないな、ヤスケか、うん、ナイス、よし、これでガチャ引けるナイス、ワンパ壊滅、4キルしたんだけど、最高、俺3、やばいね、ワンパ待って、1人だけ逃げたんか、ヘリでおいおい、戻ってくるのかわいそうだな、戻ってくるのも嫌だな。そうだ、ガチャ回しまくろうか、とりあえず、オッケー、あ、ピル来た、ナイス、オッケー、あ、俺も来た、俺も来た、俺も来た、いいよ、あと1を、あとや、それでは行きましょう、レッツゴー。ちょっとバリスティックの弾がねなくなるのがちょっと心配だね、これ。そうやな、バリスティックもさっさと集めて、緑の箱にいっぱい入ってるから。あ、マジで、うん、俺今緑の箱から400発集めたね。マジか、ボットいるんだけどさ、なんか使いたくないな、これナイフでいくわ、やられるぞ、結構当ててくれたな普通だった全然チョロだった50本当だね、いいね、これ集まるわでしょう、緑の箱に、ね、必ず入ってんだよね。初めて知ったんだけど、てか金武器はそもそも使わないからさ、それな、
そう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 、わかんないね。高級行こうぜ。エアボン出そうか。エアボン出そうか。エアボン出してもどんどん行こう。オッケー。あのエアドロラ辺に向かっていこうか。あ、了解。あ、いるやん。オッケー、行こうぜ。あ、ボットか。あ、こいつやるわ。あ、いい。あ、プレイヤーだ。プレイヤープレイヤープレイヤー燃焼していく。えぐすぎ。燃焼していく。害悪すぎ。この敵のサークル、あ、そう、スノボ入ってるよ。かわいそうに。マジかわいそう。上から2人に燃やされたらこれえぐいな。これえぐい、マジで。1人やったらまだなんかキャラコンして耐えれそうな気もするけど、だね、2人で燃やしたら怖いもんなしだで。間違いない。1人やったらちょっとね、弱体化入って火力不足な気もしないこともないけど、うん、ヘリがないとさ、やっぱヘリとスペリファイヤーっていう外野行為ができないじゃん。なんか語呂がいいな、ヘリとスペリファイヤー。そこ重要だよね。重要。いる？いる、マスターマスターマスター。ここが見えねえんだけど、この家の中かな。家の中。お、ここもある。燃やしていく。ふぅ。最悪すぎ。いいぜ。ん？いるん？やっちゃうやろ。あ、ボットか。やべえ、ボットにこんなに弾使っちゃって、くっそ。ナイス。あ、またボットいるわ。ナイフでいくか、お前。弾温存。あ、来たよ、お迎え。ちょ、あれ撃つ。やばい、ヘリ突刺された。されてるね、これ。あ、やばい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 、死ぬ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 。燃えていく。燃やしていく。お疲れ。ふぅ。マジで最悪すぎるんだけど、これやばいっしょ、この動画。楽しい。えぐすぎなんだけど。すげえキャラコンかましながら。やばすぎだよな。そして空へ飛ぶ。案外バリスティック持ってんな、みんな。あ、意外と持ってるかもね。うん、一緒に拾ってる人が多いかも。あ、壊れちゃったよ。あ、いた。え、待ってよ、スノボ。逃げられちゃった。次はもうまた。かわいそうに。フィリで燃やされて、次はウォーマに追いかけられる。いなくなった。タッチ悪いな。マジタッチ悪い。あ、その後いるやん、奥。まだいる。うん、あ、上がってっちゃった。上上がってっちゃったわ。行くしかねえか、これ。ちょっとボットを片方で狩るわ。行ったよ、ヤスケの方。行ったよ、行ったよ。まあ、いてくれた方がいいけどね。あ、ヘリあるよ。あ、戦車乗られてる。俺らが乗らなあかんの、2台とも乗られてるよ。取り返すぞ。取り返せんの、あれ。とりあえず。あ、敵近い。燃えろ燃えろ、お疲れ。
戦車乗りたいな。ね、2台とも乗られてんな。あれもうウォーマでぶっ壊したらいいんちゃう。ああ、しかもあれ敵あれでしょ、2人味方でしょ。パーティーっぽいね、パーティーっぽいね。もうすぐでエアコン止まる。あ、一個降りた降りた。あ、ショットショットショット、プレイヤープレイヤーやってるわ。あー、また乗られたか。ちょっとボン出したよ、ボン出すよ。ちょっと戦車乗るか、俺はもう。あ、そうだね。え、壊れたんだけど。キルされてんじゃねえよ、お前。あそこだ、ヘルトしようぜ。いや、これ怖いんだけど、俺やだ。ちょ、助手席乗って、早く分かった、いけ、ゴーゴーゴー。3パー、3パー、3パー3パー降りるよ。飛んだ、俺飛んだ。どこ行くの？どこ行くの？だから外からも。あ、びっくりした。やつけか。いるぞいるぞいるぞ。なーに？なんで？また来るぞ。これはやばい。これはやばい。なんかキーンって言ってる。撃たれてる。あー、あのあそこの上。おい、あそこの上だ。どこどこ？あそこか。うん。ボンまだ半分。ボン。ちょっとアンチ内とりあえず入って。ん？なんか来たぞ。うん。ん？どこ行った？もうバサバサ言うたぞ。降りてきたか。いらっしゃい！いらっしゃい！燃焼させといた。ナイス。やばすぎなんだけど。まだまだ強い。やばこれ。この人バリスティックの弾900何発入ってる。ちょっとちょっとちょうだいよそれ。あ、700ある、700入あるよ、ここここ。やばすぎでしょ。まだ700入ってる。オッケー。あ、やばん溜まった。あ、上のやつやりに行こうぜ、あそこ。いや、行くぞ、行くぞ行け、突撃。もういいや、あ、アド打ててないけど、いいや。勝てる、いけー、突撃やー。え、やべ、当てられた。ちょっと待って、やばい。もう、もう、え、これ届いてないの。え、何？なんでそっち行った？届いてない。え、こっちじゃないの？こっちに敵おったじゃん。嘘。うん。燃やしたい。ああ。ごめん。すぐ飛んだ。しっかり燃やして、ここも。ここも燃やして。いやもう、これで。これやばいぞ。いらっしゃい。いらっしゃい。一番に大守ってたらあいつ。いらっしゃい。危ない。よいしょ。ああ。あと二人。この叫び声がウケる。あと一人。これやばいぞ、マジ。やばい。びっくりした。これでとりあえず回復しよう。あー、そこにいるの。あ、上ね。もう勝てるやろ、これ。アド打ってピリファイヤーで勝ちやろ。今、チラッと映ったな。うん。あ、いた。いらっしゃい。ナイス。GG。はい、ということでいかがだったでしょうか。もう外役コンビはいかがでしたか。もうすごかったな、あのサンドイッチがやばかった。ファイヤーサンドイッチね、アライアレーター今回使わなくて戦車もちょっと使えなかったんだけどね。本当は戦車乗る予定だったんだけど。そうだね。
そう、ちょっと戦車乗れなかったんだけどね。まあ、あのピューリファイヤーでね、あの仮装しまくったということで楽しかった。結論で言うと、ピューリファイヤー持ってりゃ、あのソロスクも多分デュオスクも勝てちゃうっていうなんとかなるねなんとかなるっていうね、いい検証ができましたね。ね、射撃ボタンを押してあとはキャラコンするだけっていう感じでいけるんでねぜひ皆さんお試しくださいということで、はい、試していいのだこれまあね、ちょっと今回の動画はね、もうちょっと最悪な動画になってしまったんですけどね、まあたまにはね、こういった楽しみ方もいいのかなということで。そうですね、はい、またね、他の検証の動画だったりとかいろいろ今後も出していくんで、ぜひまた見に来てくださいということで、はい、今回の動画はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。